崎チャンネル、ジョン。こんにちは。さあ今日はですね、はい、ドラフトの中でですね、はい、今年結構独立リーグの選手がちょっと多かったなっていう、しかも上位に結構いました ね。だからあの阪神の2位のシーバ選手ね、はい、あの徳島、うん、インディゴソックスから、あとロッテ2位の大谷選手は、はい、富山ね、うん、からっていうところで、だからドラフト2位が又吉以来らしいで、おお、で2人選ばれるっていうのだから初ってことですよね。そうで全体的にもめちゃくちゃ、特に支配下、はい、支配下ではヤクルトの5位の伊藤選手、はい、中日5位の羽生選手、うんうん、もうそうだし、結構いっぱいいますよ、ね、いやめちゃくちゃいい。徳島インディゴソックス相当選ばれましたもんね。6人ぐらい支配下ね、育成はもっといたんだけど、うん、支配下でも西武の5位宮澤選手、はい、徳島6人ぐらい選ばれてたんだよね。DeNA の6位の井上慶人選手、はい、あそうだね、あ徳島ですね、徳島ね、うん、でも育成全部独立っていうところもありましたしね。そうそうなぜ、うん、独立リーグの選手が、ね、はい、多くなってきたか、うん、まあ、今回ね育成も入れると23人の今年のドラフトで、うん、育成も入れてね、うん、だから大体1割、うん、1割が独立リーグ、すごい、の選手が選ばれてるわけよ、うん、はい、じゃあその中でよ、なんでこんな最多だと思うの、1年でいうと、うん、こんな独立リーグの選手がドラフトにかかるのか、うんうん、多くなった理由は3つあります。3つも、はい、はい、ないと思います。年々やっぱり独立リーグから入る人数が、うん、ちょっとあるから独立リーグも力入れてる。それもずっと力入れてますずっと力入れてるか、まあ、ずっとそうなんだけどね、はい、ずっとそうなんだけども、まあ、そういうのが根付いてきたんちゃうかっていうね。根付いてきた、うん、まあ多く言うと、うん、まずは数増えたね。あーリーグチームの、チームのやっぱり数が増えたってことは、はい、その中で人も多くなるから、うん、人が多くなると指名される選手も増えてくるから、うん、そういった面では確率が上がるっていうのは全体的にあるんだけども、はい、個数が増えたわけですね、はい、まず一番最初、はい、一番大事なところがここです、うん、大学行くと4年、うん、社会人行くと高卒だと3年、うん、大学からだと2年、はい、プロ入りはできないわけですよね、うん、独立リーグに行くと4月までに入団してたらその年かかる可能性ある。あ、だ要はその3年2年4年待たなくてもいいんだよ。なるほど。ってなるとすぐプロに行きたい選手っていうのは、うん、独立リーグに行った方が制限ないから、うん、はい、いつでもかかる可能性が出てくるから、うん、プロを目指す人は独立リーグに行く可能性があるっていう。なるほど。あ、だって渡来選手も、ま、どっち独立ではないんですけど、うん、高校でまあ指名漏れをして、うん、大学の4年間行くよりももう1年でも早くプロに行きたいからって言って社会人行ったんですよね。でそこの中で、うん、デメリットとしては、はい、独立リーグ、うん、受け皿っていうか、まあ、もちろん独立リーグ自体もセカンドキャリア支援とかしてるかも分かんないけども、はい、やっぱりそこに今の日本の社会でいうと、うん、大卒だったりとか、はい、社会人野球終わった時にその、ね、会社で、まあ、全部が全部じゃないけどもそのまま就職できる、うん、仕事ができるっていう保証がないわけ、はい、そのデメリットは独立リーグの方が圧倒的にあるっていう、はい、まあ、その先の進路が狭まっていくっていうところでは、うん、まあ、もちろん支援もしてるだろうけどやっぱ大学社会人行くよりも少ないけども1年でも早くプロに行ける。でもう一つは大学社会人に行った場合、うん、自分の能力のピークを大学4年生に、はい、社会人のドラフトかかる年に3年目2年目の、うん、に最高潮に上げなきゃいけない。確かに持っていかないといけないですね。 そこのよくあるじゃん、はい、いやずっと良かったけどそのドラフトかかる最終年に、うん、いや調子落としたからかかんなかったよなとか、うん、いいところ見せなかったからかかんなかったよなっていう最後に怪我しちゃうとかっていう選手はいっぱいいるわけよ、うん、でも独立リーグは1年目からずっと勝負だから、うん、ピークはピークがあった瞬間でいいの、はい、確かに毎年ピークなんでいいね。そうそう、もうだからピークあった瞬間にかかる可能性あるから、はい、その年にピークが、うん、その1年勝負じゃないわけよ。そうですね、もう毎年だからもう2年、うん、1年目ダメだったけど2年目にピーク来ました、うん、大学だったら2年生、うん、ね、高校卒業社会人だとまだ来年までできない、うん、けどもプロかかるっていうところもあるから、うん、ピークが関係ないっていうところも、うん、まあ、多分メリットとして存在する、うん、っていうところでプロに行きたい選手はそういったところを目指すっていうところが多分増えてきた要素も一つあると思うんだよね、はい、あのもう一つが今ねこのプロに入るためには
ドラフト志望届出さなきゃいけないと、はい、ってなった時に、まあ、その調査書がプロから送られてこない人が志望届出す人はないと思うけど、うん、一つのチームでも調査層が届いたら、うん、ひょっとしたらプロいけるんちゃうかと思って、はい、みんな出すと思うの、うん、プロ志望届けをね、うん、ってなった時に、うん、これもアマチュアでも問題になってるんだけども、はい、大学とか社会人高校生の場合、うん、大学とか社会人大学生の場合社会人野球チームからもうオファー来てますと、うん、ってなった場合それを蹴らなきゃいけないわけ。一か八か志望届の人たちがいっぱいいるらしくて、うん、でその学校関係者の人たちもやっぱ親御さんが望んだら出さないわけにいかないと、うん、でもどう考えてもいけないと思ってると、うん、だから今オファー来てる大学社会人に絶対行った方がいい、はい、けどもみんな一粒の可能性をかけて出しちゃうらしい、うんうん、それによって大学社会人を断らなきゃいけないからプロかかんなかったら行くとこなくなるんだよ。そしたらもう独立リーグ行くしかないじゃんっていうところでそういう人が増えてるっていうのがだすごいいい素質持ってるけど持ってないんだよ。持ってないんですかね。持ってたら入るから。いやでも調査書届くぐらい可能性としてはあることですか。一応だって育成で取るのも出さなきゃいけないから、はい、一応取るかもしんないから出しとこうもあるから、うんうんうん、今年特にあったと思うけど、うん、縛りあったじゃん。はい、3位以内だったら行きますけど、うん、4位以下だったらプロ行きませんっていう人たちもいるじゃん、うんはい、でこれは何が起きるかっていうと大学社会人のチームもやっぱ枠があるわけよ、うん、推薦枠がね、うん、その一つの大学チームによってね、うん、そうなった時に来るかどうか分かんないのに、うん、その枠をずっと空けとくことってそのチームにとっては不利益にしかないじゃん、うんはい、だからお互いがデメリットを背負って3位以内だったらいいですよと。でも4位以内だったらうちの大学、うん、社会人野球チームに来てくださいね、うん、それ約束だったらドラフト終わるまで待ちますっていうのが待ってくれる保険がしてくれてるからそしたらもうどっちも取れるわけじゃん、うん、プロも待てるけども一応条件に沿って制限かけてじゃなかったら進路もしっかり持っとけるってだったら保険としては楽じゃんね。だからそういう風に選択する人が増えてるっていうところも、うん、多分今回その縛り、うん、過去もそうだけど、うん、全員が全員じゃないと思うけど結構その傾向は強いなっていう。でもこれ一つ疑問なんですよ、うん、あの普通の大学の一般入試とかってもう1月とか2月とかじゃないですか、うんうん、でまあ、ちょっと学校事情がよく分かんないんであれなんですけど3位とかまでだったらこう待てるとか、うん待つこともできるわけじゃないですか。その、うん、いや待てるぐらいの能力かってことだから。あ、まあまあそうですね、うん、でもこのすごいだから両方デメリット背負ってこうなんだろうこのせめぎ合いじゃないですか、うんうん、だったらドラフト終わってからその野球 の, その枠取るとかじゃ遅いんですか。でも遅すぎる。6月ぐらいに下手して決まってるから進路。そんな早いんですか、うん、下手したら2年生の時にもう決まってるから。だからなんでそんな早く決めちゃうんですか。行く方も早いもん勝ちだから枠ないから。だからあの物と一緒だよ、うん、エルメスのバッグ、はい、車と一緒でいや入荷しませんけど予約しますって欲しいから、うん、そしたら入荷2年後になりますよ、はい、いや絶対欲しいんで買いますから、うん、もう手付金も払っときますと、うん、あもう予約ってことですか。そう、それぐらい欲しいからだから待つんだ。そっか、だからどうしても欲しいバッグ入荷しますと、うん、買えます、うん、って言った時に、はい、いやどうしようかなちょっと待ってもらっていいですか、うん、上得意だったら待ってくれるですよね、はい、そんな上得意じゃなかったら次流されるですよ、うん、そっか。だからドラフトが終わってから集めるとかじゃなくてもういつから集めてもいいわけですもんね。そう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 、別に。そっか、早いもん勝ちだから行く方もじゃあその有名大学も、うん、プロ待ちます。じゃあもう絶対来れる有能なやつに枠を与えようになるじゃん。来るかどうか分かんないんだから。枠があってそれっていつから埋めるとかじゃなくてもういつでも埋めていいわけですもんね。そうそうそう、毎年だからもしそのね、うん、まあ学校とかで社会人野球チームによって違うだろうけど、はい、取れる推薦枠っていうのは決められてるわけだよね、はい、それは年度によってひょっとしたら変わるかも分かんないけど、うん、その限りない枠のために開けとく価値のある選手ですかって話だよ、うん、そっか。でその子を待ってる間に他の子がもう取られちゃってる可能性があるんですよね。そうそうそう、そしたら取れなくなっちゃって、うん、結局その推薦枠を余すことになったりとか、うん、仕方なく取った選手っていうのがなって、はい、そのチームが強くなる補強ができないっていうパターンもあるから、うん、そっか。でもどうしても来てほしいからじゃあまあ待ちますよ。だから3位までに入るんだったらいいけども、うん、4位以下だったら行かないでうちに来てくださいね。その代わり待ちますからねっていうっていうことなんですね、うん、だからそのねチーム側もそんな流暢にずっと枠を上げとけられないんだよ、うんうん、はい。しかも強いチーム強豪校なればなるほど開けといてくれないから、うん、だってその選手じゃなくても
他にもいい選手いるわけだから、うん、だから逆にこの選手志望届出してないんだっていう人もいるじゃん。います。よいいのに、はい、でもその選手は天秤にかけるわけよ。志望届出してドラフト待ったらここはもう推薦枠待ってくれません、うん、どうしますになるわけよ、はい、でもしかかんなかったら行くとこないよな、うん、周りはかかるって言ってくれてるけどそんなのやってみなきゃ分かんないわけじゃん。そうですね、うん、しかも結構名前のあるいい大学から誘いが来たら、うん、来たらってなった時に、まあ、大卒にもなるし でそっち行って、まあ、プロもかかるかどうか分かんないんだったら、うん、そこで頑張って4年後確実に指名してくれる上位になるように頑張ればいいし、うん、もしダメだったとしても、うん、その大卒っていうところで、うん、次の進路も、ね、決めやすいし、ね、うん、でもこの今志望届を出して断ったらこの推薦枠がなくなる、うん、どうしますになるわけよ。うわ、究極の選択ですね、うん、それがね、うん、この1位2位とかでね、それはまあ党員の前田君ぐらい、うん、絶対かかるなと、はい、そしたらいやっていうのもいけるわけ。1位でいきますみたいな、うん、だから俺が大学4年生の時も、うん、社会人野球チームで5チームぐらいから誘われてた、うん、はい、いやその中も、まあ、多分プロかかると思うけど、うん、それも2年生の時から言わ、あ、3年生の時から言われてて、多分プロかかると思うけど、うん、万が一かからなかった場合、うん、ドラフトでもいいんでうちのチーム頭入れといてもらえませんかって俺は5チームから言われてた。あ、じゃあ、まあ、ドラフト終わってから考えられたってことですね。でも俺逆指名だから、はい、でもそれはもう絶対行くから。そうですね、ああ逆指名行きますもんね、うん、っていう、うん、絶対行くからだったら、あ、はい、もう簡単にはいでいいわけよ、はい、でも行くかどうか分かんなかったらね、それ待ってくれてたらいいけど、うん、もう3年生の時に、はい、ね、うちどうですかみたいな感じ言ったら、うん、行きますってなる人もいるよね。うん、そうですね、うん、だからそこがあるから、その、うん、それを蹴って志望届出して一部の夢を持っていく人たちが、うん、結局プロかかんない、うん、で大学社会人も待ってくれてないからもう行くとこない、はい、枠埋まってる、じゃあもう一般入試で行くしかない、うん、でも一般入試から行って野球部に入れる学校も少ない、うん、で一般入試で行く知識もない、うん、学力が、うん、ってなったらもう独立行くしかないよ。そうです。独立はどうなんですか。枠ってでもそんなに大量には人数は抱えられないじゃないですか。でもチームが多くなってるから、あ、まあ、確かに受け皿増えますね。受け皿が増えてるから、うん、そこに行ける人たちも増えていくわけよ、結局。でもね、今年2軍のチーム増えますしね、うん、そう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 、うん、だって昔で言うと四国アイランドリーグしかなかったからね、4チームしかなかったんだから。 それが BC リーグできました、はい、うん、九州もできて、今だったらね、九州もできて、うん、で近畿もできて、はい、あと日本海っていう北陸もできて、うん、で神奈川もね、はい、茨城とかもできてきてるしね、うん、北海道、うん、群馬、栃木、千葉もでしょ、でどんどん増えてきてるから、はい、やっぱそういったチームは人がいるわけだから、うん、行くとこなくなった選手を受け入れる体制はチームどこでもいいんだったら入れる、うん、できる、あるわけですね、うんうん、そういったところで記念プロ志望届け組が多いね、とりあえず出してみたいな、それによって行く進路をなくなしてる人たちが行ってるっていうところで、うん、さっき墓場さんも言ったけど、その調査書が出るぐらいから何かの一芸はあるんだよね、うん、何かのね、はい、ってなった時にそれがぐんと伸びてプロに入ってきやすい可能性もあるっていうのが2つ目、うん、3つ目が、はい、そこにね、うん、チームにプロ出身の監督コーチがいっぱい行くわけよ、はい、あ、ほぼ ね、 そうですね、最近そうですよね、うん、ってなった時に、うん、指導力っていうところの、まあそこがいい悪いあるから指導力がいいからプロになってるとは俺は思わないけど、はい、うんうんうん、情報の伝達がすごくなってる。あ、結局チームが聞きやすいね、はい、だって自分たちの OB だったりとか、うん、もしくは解説にも来るわけじゃん、うん、その監督コーチたち、はい、そしたらどういい選手どうこの選手だいいですよとか、うん、っていうどこのチームのって言ったらあのチームのあの投手どうあるチームのあの投手いいですよっていう情報交換がプロとしやすい、アマチュアに比べると、うん、社会人野球大学野球ってなってくるとやっぱ大学野球はねアマとプロの会話もあるし、はい、社会人野球って言ってもそんな簡単に聞けないじゃん、うん、それをプロの OB が全球団にいるから情報の伝達しやすいっていうところで情報の意思疎通が確認できたりとか、まあプロの後の試合もあったりとかしながら能力を見極めながら情報が伝わるのが早いっていうところもそのいいニュースが伝わっていくっていうのもポイント高いんちゃうかっていう、はい、アマチュア野球よりね、うん、であともう一個あったわ、4つだった4つだった、はい、でもう一つが、うん、今年もさあシーバくんねミキハウスが辞めてからアイランドリーグとか、うん、あ大谷もね、うん、串木海陸運送、うん、からあの富山行ってんだけども、はい、社会人野球チームで花開かなかった選手が独立に行って花開いてプロ2位で入ってる選手っていうのもあるんだけど、はい、うん、ここにも一つ社会人野球の難しいところが出てる、はい、なんでやと、これは社会人野球チームがダメで独立リーグの方が指導法がいいとかっていう問題じゃないの、はい、
これはもうシステムの問題で。分かった、仕事もしないといけない。違う、社会人野球チームっていうのは、はい、ほぼ全部がトーナメントなの。だからもう負けられないのよ、うんうん、もう、はい、一戦必勝で、うん、で独立リーグとかプロ野球っていうのはリーグ戦、うん、そうですね。だから今日負けても明日ある、うん、でトータルの勝敗表ってなるじゃないですか、はい、でも社会人野球チームっていうのはもう基本全部トーナメントだから、そっか、一回負けたら終わりなわけよ、うん、それによって都市対抗出れなかった、まあ都市対抗ね、はい、敗者復活とかもあるから、うん、2、3回負けても、うん、都市対抗第4代表とかで出れる可能性はあるけども、はい、基本一発勝負だから、うん、そうなってくると特にだからピッチャーばっかりじゃほぼピッチャーっていうのは、うん、一発勝負一番求められるのは安定感なのよ。その爆発力じゃないよ、うん、球速いけど投げてみないと分かんないやつなんて使えないのよ、うん、だからもう安定感いいピッチャーが社会人野球っていうのはもう使われる傾向にあるから、逆に一芸必殺のなんかこう爆発力あるけど安定感ない投げてみないと分かんないっていうのは出場機会が減るわけよ。そうすることによってアピールする場もなくなるじゃん、はい、でも独立リーグっていうのはさっきも言ったように1年間のペナントレースってなった時に毎日試合ねある時もあるし、そしたら多くのピッチャーも使うし、そういう一芸必殺の爆発力あるピッチャーも実戦出れるじゃんね、はい、そうすることによっていいところをアピールできるっていう。あ、アピールもしやすいんですね、うん、でその一発ハマったところを見て、はい、荒削りやけど、うん、球速いし力強いしハマった時すごいなと、うん、で何回も見に行ってたら、まあ、悪い時もあるかもしれないけどいい試合もあるわけだよね、はい、そしたらそれで取ってくれるわけよ、うん、でも社会人野球チームっていうのは使われないから、はい、怖いからそっか、うん、負けたら終わりですもんね、うんうん、そうなったら爆発力よりやっぱ制球力だったりとか、うん、安定感のある、まあ、こんな言い方をしたらあれだけどもそんな面白みはないけど、うん、完成されたピッチャーっていうのが使われる傾向がある、うん、へー、だからそういったところで荒削りな投げてみないと分かんない、うん、すごいけど今日大丈夫かなみたいなね、うん、感じの選手っていうのは使われにくいわけ、はい、だからそこで社会人で日の目見なくても独立リーグに行った時に必ずポジションを与えられて、うん、そこで実践経験も踏んで、うん、スキルを上げて見てくれることが増えたら、うん、その爆発力が目につきやすいっていうところで独立リーグに行って能力を伸ばしてプロに入るっていうところもあるから、うん、だからその社会人野球っていうのはどっちかというと完成形じゃないと使われにくい、はい、だから逆に言うとで独立から野手で、うん、じゃあ社会人ダメで独立に行って野手でプロ入ってくるやつってほぼいないでしょ。そうですね、野手はまだね、うん、社会人野球でも全員にほぼチャンスがあってできるけど、はい、ピッチャーっていうのは本当に完成しないとできないから、うん、だからそういったところが全体的な流れが独立リーグが今増えてきてる要因の一つなんじゃないのかなっていうね、うん、だからほぼピッチャーでしょ。そうですね、うん、独立のバッターってあんまいないのよ。確かに、あ、この伊藤くんが BC の新潟で内野手って言いますけど、うん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 、確かに多くないですね。でその中でね、うん、じゃあ独立からどれだけプロで活躍してるのかっていうね、はい、確率で言えば、はい、あのアイランドリーグ、過去、まあ、2005年からね、はい、入ってるんだけども遡って一軍で定期的に活躍して実績あるで、うん、ちょっとじゃダメだよ、はい、で俺の認識でやったら、四国アイランドリーグからは、はい、2006年の角中ね、うん、ロッテ、高知からそうですね、うん、ドラフト7位、うん、で、次が2013年の又吉、あー、そうかそうか、香川、うん、こうアイランドリーグからだから、ね、アイランドリーグね、うん、はい、ドラフト2位、うん、で、その次が2015年増田大輝、ジャイアンツ、はい、徳島から、うん、ね、でもダイソーとかで結構頑張ってるじゃんね。で、その次がね、まあ19年の今西武いる岸、ああ、純一郎、うん、徳島から、はい、西武8位、うん、で、その次が2020年の今石井阪神ドラフト8位、高知から、はい、で、21年宮森高知から、はい、楽天ね、はい、ちょっと今年ね不調だったけども、うん、で、22年今年ね、ドラフト 1点目の茶野、お、育成から、ね、徳島からっていうところなのよ。大体全部で今年も含めたら70人強いるのよ、はい、少なくない、うん、そうですね、うん、それだけ、うん、で、BC リーグからは、はい、BC 誰いたんですか、まあ、2007年、内村、楽天、あ、まあまあ結構、あっちとかでね、はい、うん、まあ頑張ったよね、うんうん、まあ、有名になったのは15年の三間ね、うん、代打三間があったので、はい、うん、中日で、中日でもまあちょっとね、成績だけではそんなんじゃないから、うん、ああ、いや、17年山本、今キャッチャーね、うん、あと和田光志郎、あ、うん、あ、BC からだったんだ、うん、で、まあこれ渡辺もね、左、まあちょっと頑張ったかなっていうぐらいだからね、うん、で、18年がね、湯浅、今阪神ね、はい、うん、で、まあ、これからちょっと頑張るかも分かんないっていうのが横浜地のね、新潟から、はい、結構入ってますね。いや入ってんだけどね、うん、
もっと 入ってるのはもっと入ってるんだよ、うん、70人ちょっと入ってて、うん、それぐらい、はい、で、まあ、日本海リーグはね、まあ、今年が始まったからね、でこうまあどうなるかだね、はい、今年3人入ってね、うん、BFL が近畿かから入ったのはまだ誰もそんな活躍してない、うん、で九州も、まあ、去年からっていうところでまだ誰も活躍してないっていうところぐらいかな、はい、だから全体で180-190人ぐらい入って今までそれぐらい活躍した方が、うんうん、結構お狭きもんやな、うん、入ってるけど、うん、でもそういうふうにまあね、その袴さんさっき言われたように独立のレベルも上がってるだろうし、うん、そうやってまだねプロの2軍にも参加してくるっていうところで、うん、あとはそういうねメリットっていうところがね、うん、ある中で、まあ、今後もね増えてくるかなっていうところもあるんで、スター誕生してほしいですね。そうだね、うん、だからそういうところがね、うん、今の独立リーグが活性化していって今年ねそのプロに入るだって1割がね、はい、独立リーグの選手っていうところに、うん、まあ、なってきてるっていうところがね、はい、まあいろんなね道筋があるっていうところかなと思いますけどね、うん、まあ、育成も含めて、はい、まあ、今年もね頑張ってもらいたいと思いますけども、はい、里崎が考えたなぜ独立リーグの選手が今年ドラフトで多かったかっていうところです、うん、はい、まあ、皆さんもね他に何か意見がありましたらね、うん、ぜひ教えてください。はい。